そうですね、実は日本の会社っていうのは今 OECD 加盟国の中でも極めて生産性が低い。でも昔は30年前は生産性が高い国がはずだったんですね。ですからこの20年間で生産性が低い国になってしまったというのは、ひとえに IT の使い方を正直言って間違えていく可能性が高い。この20年間の日本の GDP の成長率は 5% なんですけど、じゃあ同じ先進国のアメリカの GDP の成長率は 150%、 じゃあこの違いは何で生まれたんですかって話なんですが、もうひとえに IT を活用したかしないか。社長、副社長、専務、常務、取締役、執行役員の部長、担当部長、課長、担当課長って、これ役職がありますよね。これが20年前と変わってないことに危機感を覚えないとダメですよって話なんですよ。 IT あるもん。あるいはそのアメリカは 150% 成長しているってことは、人口が 35% 増えてますけど、 100% 以上が生産性が上がってるってことですよね、一人当たりは。で、皆さんの会社は同じ売上だったら社員は半分になってますかって話。あるいは同じ社員の数だったら2倍、上がりが2倍になってますか、なってないとしたらそれは IT 使えてないと。でも少なくとも IT は使いこなせない、あるいはちゃんと使ってない経営者がいるんじゃ、もうそれはもうその時点でアウトですよね。20世紀と21世紀の最大の違いは、組織の中に属してないと専門家になれない時代がもう終わったんですよっていう。それがインターネット、つまりどこの組織に属してもいないのにものすごくあることに詳しい人が山ほどいるわけです。オタクっていうのは、そういうオタクを伸ばしていったり、オタクを利用するのがこれからの会社じゃない。特に若い世代向けですと、とにかく年上の話は参考にしてもいいけど聞く。だから学生にはもうとにかく卒業の時に必ず言ってるのは、先輩のやってたことは全く参考にならない、5年前の知識は全く役に立たない、だから自分で考えなさいっていう話です。学校で習うことはあんまり役に立たないので、やっぱりグローバライゼーションというのは多様性を理解することなんですね。語学の理解じゃないんですよ。語学はまあツールとしてもちろんできた方がいいんですけど、それよりも大事なことっていうのは、自分と違う考え方をする人を許容できるっていう、この寛容性が大事なんです。でこれは日本人の大人はほとんどできてないので、だから親がもう参考にならないんです。みんな参考にならないんです。だから多様性をまず理解する、自分と人は違うんだ、違っていいんだということを理解する気持ちと語学能力、これでグローバル人材です。そうですね、そうですね。おそらくですね、今金銭面の犯罪に巻き込まれているのはむしろ大人です、オレオレ詐欺も含めて。なるほど。ですから IT によって一番被害を受けているのはリテラシーの低い人なんですね。で大人でリテラシー低いっていうか、大人は大体リテラシー低いで、子供たちが巻き込まれるっていうのはほとんどがいわゆる、まあ、女性、つまり性的なものですね。でこれは守るって言っても、実はですね、インターネットがあるなしに関わらずそういう世界があるんです。で昔から伝言ダイヤルで始まり、ポケベルで始まり、出会い系サイトであって、でそれが今 LINE に来てたりするものなので、 LINE の使用をやめたからといって何もなくならないです。で正直その子どもたちが巻き込まれているその犯罪はほとんどが大人が加害者です。ですからその大人を取り締まらなきゃダメなんです。だから子どもの利用を取り締まるんじゃなくて、大人を取り締まらなきゃダメなんです。昨日起こったことを入れ込むとか、ですからとにかく飽きないように、寝てる人とかつまらなそうな顔してる人、あくびしてる人とか全部見えるので、そういう人がいると、こう時事ネタを入れて興味を引いたりとか、まあそういうインタラクティブにやらせていただいてるので、双方向っていうのはリアルに集う、まあ講演会場なんかに足を運ぶ最大のメリットなんですよ。その場で質問していただいて、その場で答えるので、実は質問なんかも。いくらでもお受けできますし、お受けする方がこちらも楽しいんですが、ですから講演時間と質疑応答みたいなことの配分というのはもう自由に設定、いくらでも頼んでいきます。私はですね、 IT、インターネット、ネットワーク、IT 技術、
AIoT、AI、こういったこの21世紀になって日本を牽引している技術が、まあ、社会に、あるいは経営に、そして我々の生き方にどういう影響を与えているかっていう、そういう観点からのお話をいつもさせていただきます。で、この15年、日本は大きく変わったはずなんですが、経済成長はうまくいかず、組織の改革もうまくいっていません。なぜなんだろうということを考えると、これはひとえにですね、IT、ネットワーク、こういう新しい技術を使いこなせていないっていうことだと思っています。じゃあ、どういうふうに我々はこういった技術を受け入れて、どういう方向に社会を、会社を持っていくべきなのか、そういったフレームワークをですね、皆さんと一緒に、皆さんに考えていただくきっかけになればというようなお話をさせていただいています。いろいろと過激なことも言いますが、それをきっかけに皆さんぜひいろいろ考えてみてください。